グラスに注がれたビタービターはペールエールに関するイギリスの用語。ビターの色は金色から暗い琥珀色まで多様で、アルコール度数は3%から7%である。ビターはペールエールスタイルのビールであり、強さ、香りの種類が非常に多彩で、色は金色から暗い琥珀色まである。ボーイズビターと呼ばれるアルコール度数3%以下のものからプレミアムビターまたは、 ストロング、ビターと呼ばれる度数7%のものまである。色合いは、カラメル色素で調整されることがある。1パイントのビターイギリスの醸造所では、ビールの強さによって、ベストビター、スペシャルビター、エクストラスペシャルビター、プレミアムビターなど、複数の名称を使用する。普通のビターとベストビターの間の違いに関して、業界で統一された基準はなく、ある醸造所の普通が、 他の醸造所のベストビターよりも強いことがあり得る。ベストビターとの違いを示してプレミアムビターが登場した。ホップのレベルによっても同じグループで異なる可能性があり、セッションビターにおいてその差が顕著である。ライトエールはアルコール度数の低いビターであり、ビール瓶に封入される場合が多い。アルコール度数は4.1%までである。イギリスのビールの主流である。 インディア・ペール・エールはこの一種であり、グリーン・キング・ IPA、デュカーズ・ IPA、フラワーズ・ IPA、ワドワース・ヘンリーズ・オリジナル・ IPA などがある。IPA の比重は1040度を下回り、イギリスでは少なくとも1920年代から醸造されている。イギリスのパブで販売されるビターの中では最も一般的な強さであり、 2003年のパブの売上げの16.9%を占めた。アルコール度数は4.2%から4.7%である。2003年のイギリスのパブの売上げに占める度数4.2%以上のものはちょうど2.9%である。弱いビターを生産しない醸造所ではベストビターが実際には最も弱いビターを意味する。 アルコール度数は4.8%以上である。エクストラストロング、ビターとしても知られる。なお、ESB はイギリスでは、フラーツ醸造所がブランド名として保有している。ゴールデンエールまたはサマーエールは見た目がペールラガーに類似している。サマーライトニングの商品名で、ホップバック醸造所が醸造し始めたのが最初期のものであり。 同社では1989年から生産している。ありがとうございます。